AITVS マダラ上がってきてください。うちの動くこうしてあげてください。うわうわうここで人変わります。 DJ クレお願いします。ワウ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 やっやっナイス DJ 先攻後攻じゃんけんお願いします。ここでそれではいきたいと思います。先攻マダラ、後攻 AIT8 小節3ターンレディーファイト。今日はマジで取りに来た優勝、俺の背中についてこいよ。本戦でやりて熱いやつと初戦 AIT ストラッチーガードアンパイじゃねえか。お前までは今まで何をやってきたんだよ。このビートわかる？フレンチコントマフィア真正面からかかってこいよガジが。今まで何やってたの？ホストとかアイドルとかやってるお前に言われたくねえよマジかよ態度表変。お前みたいに新ブレちゃいねえ。何やってきたかお前なんかよ、よくわかんねえやつと音源作って、あ、この人の音源って今のナンバーアイみたいなクソったれ音源ですからね。ホストでもやってないしアイドルでも一貫してマイクを握り続けてることだけは確か。スキルがない人にスキルがない、それじゃリスナーもプレイヤーも振り向かない。お前はそもそも何をやってきた？お前の話全然しねえじゃん。やってきたことの積み重ね from 横浜不思議な風。お前の積み重ねっていうのは仕事のバンジラインをサンプリングすることですね。あれこいつの積み重なってるもの皆さんこの試合で何か見えましたか？お前がやったことっていうのは目に糸を入れたり鼻に棒を突っ込んだり、あれね整形依存症で本物のマイケル・ジャクソンになっちゃうかも。何が悪いんだよ、お前もした方がいいよ整形。それだけはおすすめしといてあげるよ。でもこれだけは俺は本気で言うとく、いつかは音楽で整形を立ててやるって。何んだよお前のその程度、お前のその先に何かいけんの？じゃあお前の話はいつ聞けんの？スリーバース話してお前ラップいつしたの？気持ち悪い触っていくんじゃねえよ。お前みたいなやつに何一つ言われたくねえよ。俺は絶対整形して、なんでかってこの顔でお前らの笑顔を見てえからだよ。人だとかよ、お前みたいに整形が悪いって言ってんじゃねえ。整形しないと人の表舞台立てないようなメンタルのやつにバトル勝たせねえから。終了。ごめんなさい、ちょっとそこ撮影入んないでほしいです。それでは判定に移りたいと思います。先攻マダラ、後攻 AIT、 勝者 AIT となります。ラッキーカードーやべえ、バーガー悔しい。ありがとうございました。みんな楽しんでますか？絶対 AIT リベンジするから。でこの間ここでやったレッドブル本戦決まったんで本戦出るのと、あと来月ネオジェル出るんですけど、その前に俺とここにいる5番までマジでやっべえよな、やばいよね、やばい曲作ったからドリルなんだけど聴いてくれる？全員聴いてくれる？俺マジでラップしたんで音楽で整形絶対立てるんでバカにさせないんで最後まで応援しててください。最後声かけてください。ありがとうございました。ぜひまたのチェックお願いします。